アイテム番号 SCP-307JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-307JP はサイト8119の大型耐圧収容室青朝顔に収容し、監視カメラによる24時間の遠隔監視を行います。青朝顔は2種類の要素で構成されています。オブジェクト本体を収容している 15m×15m×15m の機密収容セル A1 と、その唯一の出入り口として設計されたエアロック区画 A2A1 での活動を行う全ての作業人員は財団の宇宙船外活動 EVA 標準訓練を受けた上で A2 に配備されている生命維持装置付き機密服を着用し、正常な動作が可能かを毎回点検することが義務付けられています。作業中 SCP-307JP1 が発生した際の全ての無線記録は保存されます。関連文書81 SCP-307-C オペレーションアウターヘッジを参照してください。説明。 SCP-307JP は哺乳綱ゾウメゾウ科に分類される、異常性のない一般的なアフリカサバンナゾウの死体です。対象の表皮から3メートル以内の空間は、無重力とほぼ完全な真空状態を示します。範囲内に存在するすべての物体はこの異常性質の影響を受け空中に浮遊し始め、適切な措置を取らない場合、被験者は即座に呼吸困難に陥ります。この効果はオブジェクトが範囲外へ取り除かれた場合に消失し、通常の重力と気圧を即座に回復します。SCP-307JP-1 はオブジェクトが持つテレパシー能力とその結果であると考えられています。SCP-307JP-1 は大抵の場合、レッドビスの楽曲、V.O.C. の非常に劣化した音声の連続という形で、オブジェクトの超常効果範囲内に存在する通信機器に不明な手段により習得されます。非常に稀な周期で、反復箇所は、魔法使いの男に関する支離滅裂で整合性のない替え歌、あるいは絶叫へと変化します。回収経緯。1995年6月12日、札幌市の無認可法人に対して行われた、サイト、8119戦術対策チーム TRT による強行制圧において SCP-307JP は発見されました。関係者への尋問と聴取の結果、波当外異常実態を乃木紹介を名乗る集団から購入し、他の顧客へと転売することで利益を上げようとしていたこと、オブジェクトの起源を含む具体的情報は持ち得ていないことなどが判明しました。9日後、日本国内に存在する超常物品取引市場に関するさらなる情報を引き出すため、中核社員の身柄はサイト8119からサイト8100の日本管理部保安調査局 JAD-SIO へと移譲されました。英語から日本語に翻訳しています。1997年1月21日、鳴き声が聞こえる。サバンナのど真ん中でにわかに湧き立つくそったれどもの方向。クレーン、鼻をブラブラさせて間抜けな我が物顔で行進しやがる質量的デクノボウの群れ。バカみてえ、バカみてえ、バカみてえ。草木が潰れて、花も潰れて、バカっ鼻にぶち切れちまうぜ。よい。1998年7月7日。いつも思う。いつも思うんだ。あの連中は自分らのどでかい足でどっしんと地面を震わせなんかして、一体何を伝えようとしているんだろうって。メッセージ性は音楽には重要。大手を振って考えて。だが結局俺にはわからずしまい。何もしないで一日が終わっちまうぜ。ああ、ああ。なんてったって今の俺は宇宙飛行士ゾウさん。あるいは果たしてくそったれゾウさん。笑えてくるね。笑い声。全然笑えねえ。1998年12月28日。自分のことは自分が一番よく知ってるなんていう野郎に限ってろくなのはいねえんだ。
本当にいねえ。ああ、そうとも、これはマジ。自己申告すら疑わしいとはひどい世の中。魔法使い先生も嘆いてたぜ。魔法使い先生。先生そうだよ先生だよ。先生、大先生様。先生ーい。この見張り野郎のかままじょ野郎。さっさと俺を戻せ俺を戻せっつってんだよこの。イカバトー。編集済み。2003年4月1日。そういや俺はあんたからいつも逃げてばかりだったな。絵の時効をさらに折り曲げて笑う薄気味悪いあんたの顔。いつもモルグでぼんやり眺めるあんたの背中が怖くて、怖くて怖くて、逃げに逃げて、捕まって、そんで、このざま、我が人生、魔法使いの弟子にあるまじき行為、あるまじき罰、笑えてくるね、沈黙、全然笑えねえ。2004年10月11日、逃げてばかりの人生に終止符を、あんたは言う。確かに正しいかもしれないが、それはあんたが強いからだ。あんたがめちゃくちゃに強いから。その多大多数の連中が小便垂らして恐れ、気持ちがわからねえ。踏みつけられるアリの気持ちがわからねえぞみたいに。だからあんたは永久に、どこまでもいつまでも一人ぼっち。そんな旅、それはすげえ悲しいことだと思う。2000年、月、日、俺はもう、こんなだけども、あんたはまだどっかをほっつき歩いてんのかい。さあ、知らねえ、もうこんなに長い時間。俺はあんたにチューブラリンにされてんだから、首輪がきつくてたまらんぜ。見つけ出せたら教えてくれよ。そん時は一緒に酒でも飲もう。それまでここで待ってるぜ。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。